ウクライナ軍は数ヶ月前から南部ヘルソン州を流れるドニプロ川を溶かして、ロシア軍が展開している東岸地域に共闘砲を築く動きを見せていたが、ヘルソン州の州都ヘルソンの上流 30km ほどにある東岸のクリンキーなど数箇所において溶か作戦を成功させ、ロシア軍を後退させて塹壕を掘って陣地を構築することに成功したことを明らかにしたよ。そしてウクライナ軍の報道官は、溶かしたウクライナ海軍歩兵の部隊などがその共闘砲からさらに進撃しているとして、東岸側の地形にもよるが、進撃した地点は確保した共闘砲からそれぞれ3から 8km の幅があると述べているが、これらの地域を完全に掌握したかどうかについては明言していないらしいな。さて今回はウクライナ軍のドニプロ川東岸に溶かしたことに対し、ロシア軍は滑空爆弾で対抗している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ側は敵を遠ざけ、西岸の民間人をロシアの砲撃から守ることが一つの狙いだと説明しているけど、西側諸国のメディアや軍事評論家などはいずれ戦車なども溶かさせて機械化旅団規模の部隊を東岸に送り込み、ヘルソン州のドニプロ川東岸地域とそこにつながるクリミア半島の奪還を狙う目論みがあるのではないかとの見方が広がっているよ。ウクライナ軍はこのドニプロ川東岸での溶か作戦において、ゴーグルを装着することで兵士自身が戦場を鳥のように俯瞰できる。FPV ファーストパーソンビュー一人称視点ドローンを多用していることをロシア側の軍事ブログなどが指摘しているみたい。それらによると、ウクライナ軍がドニプロ川東岸で飛行させている FPV ドローンは自由に飛行しており、ロシア軍はそれらのドローンに対して何の制限も加えていないとして、ロシア軍が実施しているはずの電波妨害などドローンに対する、ソフトキル攻撃が機能しておらず、ウクライナ軍は思うままにドローンを活用してロシア軍の塹壕や砲兵部隊に戦闘車両などを攻撃しているというね。またウクライナ軍は、アメリカから供与されている高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、長射程の GPS 精密誘導ロケット弾 M30 による攻撃も実施していて、これらによってドニプロ川東岸の最前線に展開しているロシア軍への補給に向かう輸送車両を攻撃し、ロシア軍の戦力を削いでいるぜ。ロシア軍の対策としては、現在膠着状態にあると見られているウクライナ軍の反転攻勢作戦の攻撃軸の一つである、ヘルソン州の隣のザポリージャ州から空挺部隊などの精鋭部隊を引き抜いてドニプロ川東岸に回すことが考えられるものの、ザポリージャ州では西側諸国の強力な戦車や歩兵戦闘車などが配備された盛況なウクライナ軍部隊が攻勢をかけているため、守備部隊を動かすことで膠着状態が崩れ、一気にウクライナ軍を進軍させてしまう恐れがあり、ドニプロ川東岸に援軍を送ることができないと見られているな。これらのことでドニプロ川東岸のロシア軍は軽装備のウクライナ軍を撃退することができず、じりじりと後退させられているものと見られているが、ウクライナ軍がさらに増強されて東に進撃してきた場合、最近各方面で使い出した汎用滑空誘導モジュールが装着された爆弾 UMPK をこの戦線に投入する可能性があるとの声が上がっているらしい。ロシア軍では今年の4月頃からこの UMPK 滑空誘導爆弾をスホイ34戦闘機などに搭載して、ウクライナ軍の地対空ミサイル射程外からスタンドオフ攻撃を多用していることが明らかになっているよ。ロシア軍の UMPK は、通常の航空機用爆弾に後付けで装着して運用する滑空誘導爆弾キットで、アメリカ軍が運用している誘導爆弾 JDAMER と全く同じ発想の兵器であり、ロシア側から詳細は明らかにされていないんだけど、GNSS GPS、グロナス、北斗などのグロナスによる誘導方式を使用しているものと見られているよ。UMPK 滑空誘導爆弾の射程は、この JDAMER やアメリカ空軍の滑空式誘導爆弾 AGM-154、JSOW ジョイントスタンドオフウェポンなどの性能から推定すると、高度7500メートルの高高度から投下した場合は射程80から100キロメートル、高度150メートル以下の低空から投下した場合は、射程20キロメートル前後になると見られ、
80から100キロメートル以上の距離にある航空機を攻撃できる長射程の対空迎撃ミサイルが目標地点に存在していなければ、発射母機が安全圏から攻撃するスタンドオフ攻撃が実施可能となるんだ。また低空投下であっても、ウクライナ軍のレーダーに発見されないよう低空で目標に突撃しておき、目標近くで一時的に上昇して爆弾を投下するトス爆撃という方法によって、防空網をかいくぐることが可能だぜ。巡航ミサイルが 2000km 以上の射程を持つものがあることに比べると滑空誘導爆弾の射程は80から 100km と短く、また誘導が精密ではないため命中率が低いとされていることはデメリットであるが、これらには高価なターボファンジェットエンジンが搭載されていないために製造コストが大幅に安く、このことは大きなメリットとなっているな。製造コストが安いという点では、イラン製のシャヘド131、136などのプロペラ推進で自立飛行が可能な自爆攻撃型ドローンなども該当するが、これらは射程距離が巡航ミサイル並みではあるものの、機体の構造上の理由で弾頭重量が数十キログラム程度と少ないために威力が劣り、速度が遅いために撃墜しやすいことなどがデメリットとされ、滑空誘導爆弾は GNSS 系誘導兵器の中においては、威力が高く製造コストが安いが、射程は巡航ミサイルほど長くないとの立ち位置の兵器なんだけど、ウクライナ軍ではこのロシアの滑空誘導爆弾を最大の恐怖の一つとして、使用された場合の損害を危惧しているよ。ウクライナのイーホル・クリメンコ内相が11月5日に発表したところによると、ヘルソン州の人口密集地に87発の滑空誘導爆弾が撃ち込まれ、アメリカのシンクタンクである戦争研究所 ISW では、この攻撃で発射された滑空誘導爆弾の数が、ロシアがウクライナに侵略を開始した2022年2月24日以降において、ロシア軍が連続して発射した滑空弾の数としてはこれまでで最多だったと報告しているね。ウクライナ軍がヘルソン州で運用している防空システムはこれまでのところ、旧ソ連製の地対空ミサイルシステム S-300 であることが確認されているが、S-300P の 5V55 地対空ミサイルや S-300V の 9M83 地対空ミサイルの最大有効射程距離が70から 80km であるためその射程差によって、UMPK を発射する母機の撃墜は難しくなる上に、投下された滑空誘導爆弾はその大きさが航空機よりもはるかに小さいためにレーダーで捉えて迎撃することが難しいんだ。ウクライナ軍には、アメリカから最大射程 160km とされる地対空ミサイルシステム MIM-104 パトリオットが供与されていて、このパトリオットであれば、滑空誘導爆弾を発射する前に搭載された母機を攻撃することが可能であるが、提供されたパトリオットは数が少なく、ウクライナの首都キーウに向けて飛翔してくる。巡航ミサイルや弾道ミサイルの迎撃用にキーウ周辺に配備されているため、ヘルソン州の最前線に回すことができないと見られているぜ。それらのことからドニプロ川東岸で橋頭保を築いているウクライナ軍部隊を滑空誘導爆弾から守るためには、ウクライナ軍への供与が約束され現在ウクライナ空軍のパイロットへの操縦訓練が実施されている。アメリカ製の F-16 ファイティングファルコン戦闘機に長射程の空対空ミサイル AMRAAM、ミーティアなどを搭載して迎撃することが必要とされているらしいな。短時間で出撃可能な戦闘機であれば、移動や展開に時間がかかる地上の防空システムよりも滑空誘導爆弾を搭載したロシア軍戦闘機の行動を牽制し抑制しやすくなるため、その配備が待たれているってわけだ。しかしロシア空軍は、ウクライナに F-16 が配備されれば滑空誘導爆弾を搭載した発射母機に護衛の戦闘機をつけることは明白で、その場合には空中戦が展開されることになり、それが最新鋭の第5世代ステルス戦闘機スホイ57とすれば旧世代の F-16 では苦戦が予想され、航空優勢確保の戦いは厳しいものになると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。